はい、ひとつき万冊、清水です。今日はですね、電通、本間さんとずっと追いかけている電通のですね、まあどういう会社なのかっていうと、よくですね、コネの電通というふうにこう言われているんですけども、じゃあ具体的にどんな人がコネでいるのかっていうとですね、知らない人もいると思うんですよね。で、有名なので言うと、例えば嵐のお父さん桜井さんですよね、うん、アイドルグループの嵐にいる、桜井さんのお父さんが、電通の、これ副社長でしたっけ、社長でしたっけ、今副社長ですね。はい。で、いたりとかですね。他は、有名な人って誰がいるかな、長谷園の娘さんとかもいますよね。あ、ね、うん。大企業の娘さんがいたりとか、政治家の親族もよく勤めてたりしますよね。だからやっぱり安倍さんのね、奥さん。うん、昭恵さんとかね、は電通の出身ですよね。うん、ね、はい、まあ、出身って要するに森永グループの、うん、令嬢なので、うん、まあ、コネで電通に入っている。はい。はい、2、3年で辞めて、うん、あとはプラプラって。あとはプラプラ。で、こういう実態はなんでそういうことをするのかっていうこととか、で、意外と知られてない事実ですので、本間さんとちょっと解説をしていきたいなというふうに思っています。はい。まあ、この番組はですね、本間さんとか、まあ、本間さん元博報堂で、広告業界に非常にお詳しい、社会についての問題を広告という観点から見ていくという本を大量に書かれていますので、ぜひ買ってほしいんですけど、そういう著者さんとかを読んで、語っていく番組ですので、チャンネル登録といいね、ぜひよろしくお願いいたします。はい。で、これですね、まあ私が問題なのはですね、電通が、本当にね、普通の企業で、いわゆる税金とかを一切もらわない。公共事業的なものを一切取らずに、うん、で、政府からの受注もなく、単なる広告代理店で戦ってると、うん、いうのであればですね、まあ正直ですね、大企業のスポンサーをですね、こうコネでね、入れて、まあ、頼みますよ、うちの娘ね、雇ってくれたら、もう広告費バンバン出すからっていう風な取引がもしあったとしてもですね、まあこれは、まあ別に違法ではないんですよね。ただし、その電通はその持続化給付金の問題とかをですね、こう見ていると、あまりにもこの税金の仕事を請け負いすぎていて、で、そこに、そんなに、なんて言ったらいいのかな、仲間内だけで我々の税金を使って儲けてるなんていうことは果たしていいのっていう、まあそういう疑問があるわけですよね。うん、まあそこら辺についてちょっと本間さんと語っていきたいなというふうには思っているんですけども、コネ電通って言われてもよくわかんないという人いるので、ものすごい基本的なところからご説明いただいてもよろしいでしょうか。うん、そうですね。まあ結局その、まあ、コネ、まあ、電通って昔から、もうはるか昔から、あだ名がコネ通って言って、はい、まあ、その新入社員、はい、今何人ぐらい入れてるのか知らないですけど、大体90年代、2000年代ぐらいまでは、大体年間150人から200人ぐらいですよね。うんうんうん、はい、で、まあ、その半分以上。はい、5割から6割はコネだって言われている。うん、すごい数だな。最初から決まってる。うん、で、そのコネ入社のそのコネっていうのはどういうコネなのかっていうと、うん、まあ上から言うと、やっぱり一番最上位は、うん、大スポンサー企業の社長の、演者。はい。ね、うん、息子、娘、はい、孫。うん、おじさん、おばさん、うんうんうん、いわゆる演者関係、うんうんうん、ね、大スポンサー、はい、スポンサーといってもですね、広告費が年間10億円も出せないようなところの、うん、このようなもう全然しょぼい子ね。それはそうだ、うん、大体大スポンサーからこうだん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 順番出てきて、まあ、一番小さいコネっていうと、そうだな、年間で、うん、まあ、それでもやっぱり広告費年間で、40、50億円ぐらい出す会社の、うん、例えば宣伝部長、うん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 、ね、
そのあたりが、まあ、一番下のあれかな。電通カーストの中で ね。いろんな、とにかく大スポンサー様の親類縁者が一番。それはで、もう年間300億とかですよね。そうですね。もう年間100億以上の広告費。で、ただその中でもですね、広告代理店を電通しか使ってないっていうところは格が上がるんですよ。おお、なるほど。電通カーストの中ではさらに格が上がると。おお、なるほど、なるほど。ね、他のところに浮気しない。おお。ね。で、浮気させないために子供を入れるっていうのなも、るほど、なるほど。で、子供がいれば、はい。まあね、まあ、うちの息子がお世話になってるから、広告費はもう電通さん一社でとかね。そんな会社山のようにあるわけですよ。特に創業者一族がずっと会社握ってる会社ね。そういう会社はすごく、特に地方はすごく多いです。で、なんでそんなやつらやれんの？そんなの、コネばっかり入れてたらね、会社潰れちゃうでしょって知らない人は言うんですよ。だけど、潰れない。潰れない。なんでかっていうと、残り半分が狂ったみたいに優秀だから。ちゃんとしてるから。まあ、要するにこのカーストのこのピラミッドの上の方を下の方が一生懸命支えてるわけですね、こうやっそうて。そうそう、言ってるわけです。それで、じゃあそのカーストの上の方の人たちは、大概使えないんだけど、使えないんだけど、お金がくっついてくる。そうですね。天下りみたいなもんですね。人間の人みたいにこう、お金がね、くっついてくるわけですよ。で、そのお金がね、やっぱりもう、桁が違ってくるわけですよね。だって年間100億円ぐらいがついてきたら。だってその一人が、バカ息子、バカ娘だったとしてもですね、一人、そいつがいるおかげで、何もしなくても、年間100億とか、まあ、100億超えてくるとね、これ、さすがにね、まあでもほら、要するに、社長の一声でっていうのはある会社。まあ、100億以下で、50億円以上みたいなところはもう、平星のことか。そういうところはもう、子供がいるから、最初から、競合プレゼンなんかにしないで、全部伝統にお任せねっていう。そしたら、そのバカ息子とかに、電通が年間、まあ新入社員だから、新入社員にいきなり年間1000万円払ったとしてもですね、全然お釣りが来るんだよね。来ますよ。だって、ね、皆さんもどうですか、ね、大企業のスポンサーの、ご令嬢なり、ご子息なりをですね、自分の家に迎え入れると。で、そしたら、年間50億入ってくるんです。その代わり、1000万円出してね、大事にしてあげてっていうふうにこう言われるわけですよ。で、その代わり3食、ね、昼寝付きで接待してくださいねと、こう言われるわけですよね。まあ、そしたら普通の人は、分かりましたっていうふうに言うでしょ、そりゃ。本間さんそれも、がですよ。ね、本間さんも誰かそういうふうに言われたら、どうですか？受け入れますか？私は受け入れると思います。ね、で、君はいいよ、出社しなくてもいいよって。もう顔も見たく、ね、顔も見たくないし、来ても仕事できないから、っていうのを本音は置いといて、いやいや、もう出社しなくていい、うちは自由だ、社風だからとかっていうふうにこう言うわけですね。で、博報堂は、まあ、年間大体100人ぐらいコンスタントに新入社員がいて、まあ、ね、それでも3割ぐらいはいたんじゃないですかね。なるほどね。やっぱりいますよ、で、やっぱコネの範囲ってすごく広くてね。そういう、やっぱりこう、カーストのてっぺんは大スポンサーのあれだけど、例えば政治家のあれも、息子娘もいる。博報堂はね、政治家の息子娘は、ほぼ取らない。っていう、あまり会社として政治にタッチしたくないっていう会社なるほど、なるほど。で、電通はもうその逆で、もうとにかく何でもやるっていうもう何でも何でも来いみたいな感じですよね。儲かるんであれば何でもやるでありんすみたいな。
もうほんとその貪欲さは大したもんだと思いますよ。本当に。すごいわ。もうね、そこはね、もう僕らが僕も博多にいた時も、そこはもうどうやってもかなわないっていうね。まあ、悪い言葉で言うと品がないんだけど、本当にね、勝てば官軍なわけでね、もうガンガン入れる。で、有名スポーツ選手の子供っていうのも結構入れるね。ああ、そうなんですか。で、博報堂にもね、超有名、名前を言うのはあれかな。なるまあ、ほど。某日本プロ野球お。界の宝と言われる、あの人の、有名とかがね、入って2年ぐらいで会社引っかき回して辞めたけどね。なるほど。まあ、キャスターとかやってるけどね。まあ、そういう人とかね。なるほど。そういうのも結構いっぱい入るんですよね。それは本当博ね。報堂でもいるんですね。もちろんいる、もちろん。で、アコードはだからほら、スポンサー企業の、子供もいますよ。ちゃんといるし、ただ、とにかく電通ほど緩くはない。なるほど。ちゃんと働かされるわけですね。されるし、やっぱりね、一応はね、読み書き作文ぐらいはできない と。そういうレベルかい そういうレベルかい だって電通はそうじゃなくてもいいわけだからね。電通はさ、別にいいんですよ。もしかしたらほら、うちのちいちゃんだって広告費がついてくれば入れてくれるかもしれない。なるほど。インコね。いやー。人間である必要もない。広告。すっていごういぐな。らい、極端な会社ね。で、まあだから、真面目な話に戻すと、その普通の感覚で言うと、普通の企業だったら、コネばっかり入れてると会社が弱まるって言うじゃないですか。それはその通りだと思います。能力がないやつをいっぱい入れたら会社、それは潰れます。だけど、電通の場合は、その割合が大体半数程度ですよね、新入社員。だけど、この半数は金を引っ張ってくるんだから。会社が存続するために、何よりも大事な金を現玉引っ張ってくるわけですよ。まあ、いわゆるカモがネギしょったようなやつらが、取ったやつらがこう、よたよたしながらよっかね、やってくるわけ。それを入れてるんでね。別に才能も能力もないけれども、金はあるわけ。これが重要なんだよ。で、しかもそれは1年とか2年で消えるものではない。もしかしたら10年、20年続くかもしれないっていうことでね。だからそれはすごく重要なんですよね。なるほどな。で、政界の話をするとね、その例えばこれ、新聞赤旗、共産党の赤旗が調べた限りでは、過去10年で官僚の天下りが12人、電通に入ってるんですよ。で、どういう人たちが入ってるかっていうと、一覧表があって、内閣府の大臣官房付き、大阪府警察本部長。財務省大臣官房企画官、警視庁警察学校長、気楽局長性。長官、国土交通省事務次官、事務次官偉いさんやな。で、財務省大臣官房企画官、警視庁地域本部長、総務省事務次官、これが桜井君の父親ね、そうですね。総務省の事務次官。で、あとは警察庁交通局長。あとは経済産業省大臣官房。で、だから、すごく幅が広いよね。別に今回、給付金で、明らかになった経産省からも一人は入ってるけれども、全くそれだけではない。で、桜井さんの、は総務省なんだけど、
で、総務省で何か仕事があるかって言ったらあるんだな。これがマイナカーナンバーね。マイナンバーですね。ありますね。総務省のやつでね。きっちりお仕事してますなうん、本当にね。ただちょっと驚いたの は、はい。さんが電通に入社したのは2018年はい。ね。だからたった2年でいきなり副社長まで駆け上っちゃったわけですはい。よっぽど大きい何かをぶち込んだんじゃないですかね。じゃないとありえない。ありえないでしょいくらね、優秀だからって言ったって、広告業界に精通してるわけでも何でもないしね。結構驚くよね。いや、これはなかなかないですね。ちょっとね、正直驚きましたよ。何かこの後お楽しみが待ってるんじゃないかなってね。ね。ちなみに桜井俊さんはですね、東京大学法学部ご出身でございます。はい。いや、大したもんだ。で、まあね、事務次官っていうのはね、はい。要するに、その省庁のもう本当にこうトップなわけそうですね、大臣の下ですからね、だから、官大僚臣のトップですからね、これは。だから、そう、事務次官、ね、天下りである、まあ、どこの会社だってそうだけど、もし事務次官なんか来ちゃったら、その官庁とは通過ですよ、官庁。ねえ、そりゃそうですよ。もうだって、事務次官やった人間ってしばらくは すごい、やっぱり人脈をね、もう後輩たちに持ってるわけじゃないですか。で、ねえ、もう、え、マイナー何、キャンペーン、何、やりたいの？電話一本かけて、なんか電通言ってるけどって、あ、かしこまりましたっていう。そんな感じですよね、本当に。だから、本当に、すごいよね。博報堂はこういう時間クラスはいると、いや、取れたことないんじゃないかな。なるほどな。すごい。でもその中で副社長までなっちゃってるっていうのは、ちょっと驚きですよね。まあ、10年で12人、まあ、確認しただけで、あなたが確認できただけで、12人は天下りしてるっていうことで、で、しかも非常に省庁に偏りがないっていうことですよね。もうまんべんなくくださいって感じですよね。本当に。もうね、いつ銭が発生するかわからないから、まんべんなく集めておくっていうね、本当に。そういう感じに見えます。だからそれがね、やっぱりね、これが電通の本質で、で、真面目な人たちから見るとね、ふざけんなって見えるんだけども、これがやっぱ電通の強さなんだよね。あ、あと忘れた。メディアの、部長クラス以上の子供もすごく多いです。ああ、なるほど。それテレビ局とかっていうことですよね。雑誌、ラジオ、こういったその老舗のメディアの指定はめちゃくちゃ多い。なるほど。なかなか批判できないですね、そうなると。だから批判しないっていうね。だからそこも考えて、そいつらを入れてるわけね。ね。だからそういうところをね、まんべんなく、こう、全方位外交なわけで、そこのところはね、やっぱり博報堂がなかなか真似ができない、ところなんだよね。大したもんだよ、本当に。で、例えばすごい大きなプレゼンテーションがあったとする。ある。別にどこでもいいです。例えば、まあ何でもいいけど、例えば、トヨタとか車だとちょっとな、難しいかな。まあ何でもいいんですけど、まあある大きな会社のプレゼンテーションあって、そうすると、そのプレゼンテーションで勝つための方策、本番のプレゼンで勝つことに全力を注ぐのが博報堂。なるほど。で、そこにも全力注ぎつつ、外的な何か要因がないかって探しまくるのが電通。なるほど。つまり、この外の影響力。何かこう人的な、なんかないか、そういうものも合わせてプレゼンをやるのが、これが電通スタイル。博報堂はそういうことしないから。なるほどな。もう、ほんとね、明日11時からのプレゼン
30分間に命をかけるっていうのが、なるほど。まあ、はい。だからまあそこでね、やっぱりすごく差がある。うん。うん。だからね、プレゼン内容では勝ってたんだけど、実は電通さんから、プレゼンした以外に、こういうおまけができるんですけど、みたいな話がありまして、って、負けた、山のように聞いたことある、ね。なるほどね。うん。だからプレゼンで勝ってるのに、総合的にその他のおまけとか、なんかそういうもので、結局ひっくり返されたっていう。そういうことすごく多い。ですね。まあ、一企業としてね、違法なことをしないのであれば、それはもうビジネスとして、ねえ、ハングリー精神旺盛で結構なことですねというふうに思うんですけども、やっぱそういう企業が我々の税金を使ってお金を得ていると、受注していると、しかもそれが不透明であるっていうのはいかがなものかと、っていうふうにやっぱり思いますし、でもう一つあるのは、そのコネが半分だとですね、残り半分にやっぱ、しわ寄せがいきますよね。で、そうするとやっぱりパワハラであったり、その、まあ、高橋さんの事件とかもありましたけども、痛ましいことが起きるわけじゃないですか。まあ、もう、これが、端的な例で。ねえ。うん。っていうのは、骨がなくて、実力で入った女が、超激務部署に、仕込まれて、もう半年で命を絶っちゃったっていうね。悲しい話ですよ、本当に。僕が喋ってきたことの証明をしてるみたいな事件ですよね。だからやっぱりそういう、確かに企業体として見たら上の人間は、まあそれは自分のね、利益を増やすという意味では、すごく、うまいことやってるなというふうには思うんですけども、それを支える人たちっていうのがコネ入社以外の人たちにまずプレッシャーがいくわけですよね。で、さらに言うと電通って何っていう人たちの税金からも利益を得ているっていうふうになると、いや、これはちょっと確かに違法ではないんだけども、おかしいんじゃないかと、っていうふうには思うんですよね。で、まあ、じゃあ、これを、まあ、この事実を知ってね、けしからーんっていうふうに言うだけではやっぱダメだと思うんですよ。それも、そんなことはもう50年ぐらい前から言われてることであって、まあ、せめて税金の部分に関しては、受注したら再委託はしないとか、そのお金の流れを透明にするとか、そういうことをちゃんとしておかないと、私はダメだと思うんですけど、本間さんはどう思われますか？電通に、そういう部分。結局、だから、まあ、特別給付金でね、はい、まあ、いやいや、中抜きって言っちゃったんで、うん、あれが、まあ、もう流行り言葉になったじゃないですか。はい。だけど、あれは中抜きって言われてる。持続化給付金ですね、持続化給付金。持続化給付金のね、はい、あれ、経産省の、はい。うんうん。でも、中抜きって言われてるのは、広告代理店、要するに広告会社の業務の中では、はい、管理行料って呼ばれてるもの、管理料とかね、はい、進行料とか、そういうふうに言われてるもので、まあ、要するにある仕事を請け負ったら、その仕事にかかった実費、プラスマージン少し乗っける、ね、まあ、こういう、はい、だって実費は実費だから、プラスにならないから、ね、そこに自分たちの管理進行料を 10%、20% 乗っけて、ようやく儲けが出ますよっていう。はい、実際のものなので、まあ、今報じられてる中抜きって言ってるのは、その管理進行料に値する。はい。ただ、これがあまりにも、巨額なので、そうですね。だろうって言われてるわけでね。うん、でも、電通からすればね、いや、別に普通に、これ、普通に他の仕事でやってる管理進行料と一緒だよっていうね、ぐらいなんだけど、ただ、その清水さんが今おっしゃった通り、そのだって、委託されたところが電通に再委託して、電通がまた子会社に再委託して、子会社がまたまたパソナに再委託して、そうですね。やってる間にまたバカスカ抜くわけじゃないですか。そうですね。そこはやっぱりね、制度としておかしい。で、まあ、税金の無駄遣いですからね、それは。で、だからそこはね、やっぱり政治の責任なんだよね。だから電通が悪者だって言って、電通ぶったたいてもそこは治らない。やっぱりこういうことが露見した限りは、やっぱ次の秋の
臨時国会、はい、で、そういうその法律をちゃんと変えて、うんうん、国の仕事を請け負ったら再委託はさせないとかね、うんうん、あと入札のこの資料は、1年後にはあの黒塗りなしで全部公開、はいね、そういうふうにしとかない、そういう制度をちゃんとやっぱり整えないといけないな、うん、そうしないとやっぱりね税金を使う仕事としてはねやっぱおかしいと思うんですよね、うんうん、おかしいよね、だって検証できないんだ、うん、なあ、ほな話があるかって、ね、いや本当そうですよ、上場企業ですらさ、うん、株主にはさきちんと帳簿は公開するんですよ、その時に黒塗りとかになったらもう終わりですからね。でじゃ あの政府の株主って誰なのかっていうと我々国民であって、でそれに対してきちんとじゃあ無駄遣いしてないのかっていうふうに聞かないとこれはやっぱダメだと思いますね。だから電通だけを叩くんじゃなくてその政治家の責任としてここをきちんと見なさいとっていうことを追求することが大事だなというふうに思います。はい。いやーもう本当にね、まあ、本間さん今日もありがとうございます。いやーもうなんて言ったらいいのかな。この、本間さんみたいにさ、真実をきちんとさ、追求する人よりもさ、なんかこう、その、よろしくやってる人たちがさ、なんか儲かってっていうのは、それ違法じゃないのかもしれないけど、なんかムカつくよね。本当に。ムカつくって、ね、本間さん頑張れっていう人はぜひ、この電通が支配する憲法改正国民投票買ってほしいなと。なぜかというと、はい、これはですね、電通がですね、我々の重要な憲法の部分の改正にまでですね、権力を持っていて、それは問題だよっていうことを書いている本です。はい。ぜひ買ってほしいなと、本間さんを応援するためにもね。いやー、しかしな、本当に、チャンネル登録がですね、まあ今これ3万5000人おかげさまで超えたんですけども、100万人とかになったら、結構いろんな政治家に、電通についてどう思いますか？突撃インタビューみたいな、本間隆史が聞く電通直撃本音インタビュー政治家シリーズみたいなのをですね、こう結構できるかもしれないですね。ね。ね。誰にしたいですか、その場合。うん。いや、もうやっぱりまず、あれじゃない？まあ自民党とかのやっぱり有名人とか、野党は党首クラスとかね。うん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 、みんな本当はどう思ってるみたいな、うん、そういうのはちゃんと聞きたい、ね、うちの場合ほらノーカットでかつ無編集でやるからコメント切り取ることもしませんとね、うん、もう好きなこと言ってくださいっていうふうにこう言えますからね、はい、いや楽しみだな、まあ、そんなわけで皆さんチャンネル登録ぜひしてください。本間さん今日もどうもありがとうございました、はい、皆さんも見ていただきましてありがとうございます、うん、今日も読書